今回のリュウネツゲーム TV も前回に引き続き5人でポケモンユナイトをプレイしていきます。前回の放送ではリーダーハバネロ選手の指示通りボーナスポイントをゲットできるポケモンを倒しリードする5人、しかし相手は格上、果たしてリベンジ達成できるのか。今回もポケモンユナイトをプレイしていきます。果たして反省を生かし勝利することができるのか。カメが残り20秒出ます。さあカジリガメを倒すと味方全員にシールドがつきます。下に1匹来てますよ。ちょっと使います。はい、ユナイト入っちゃってください。入っちゃいました。だけど倒された。カメは取られてないのかな。カメは取られてないですけどちょっと集団攻撃になってますね。ああ惜しい。ミルキーさん残りで残り上のゴール守りたいです。上のゴール、これ今ロトムが向かってるやつですか。はい、自分ロトムの方行きますね。ちょっと敵大丈夫かな。上ロトム大丈夫なんで。素晴らしい。ラストサンダー現れた。サンダー行きます。たくさんいる、たくさんいる敵が。これどうした方がいい。ユナイト使った方がいい。これ真ん中、真ん中突破したっていい。マジか。サンダー、サンダーの玉乗りしましょう。あ、倒された。これはきつい。もうサンダーいない。一矢報いたい、一矢報いたい。レーザーでダメだった。あ、それ勝てる、アラバさん、それ勝てる。ダメだった。あ、惜しい。マジか。いやこれうわー、しかも敵がせこい。3、2、1、草むらに隠れて。ゲームセット。前半、泳がされた感ありましたね。You lose。 ゼロ、すいません。なかなかポケモンユナイトの壁は高いそうですが、じゃあ振り返っていきましょうか。ハバネロさんいかがでしたか。最初の下のカジリガメを取るところめちゃくちゃ良かったんですけど、その後にちょくちょく一人ずつやられたりとかで勝ってた分を相手がその効率よく吸収して、中盤にはその相手の方がレベル高いとかっていう状況になってたんで連携がうまかったなと思いました。ミルキーさんいかがでしたか。結構なんかやり込んで、まあ、練習とかもしてたので意気込んだんですけど、やっぱりそのフルパー、初めてのフルパーティーだったのもすごい楽しかったんですけど、壁は高いかったですね。そしてアライブさん、いっぱいソーラービーム当てました。楽しかったです。ありがとうございます。さあケイトさんいかがでしたか。すごいいいチームだったんですけれどもね、うちのチームも、いや相手も強かったです。はい、ということで来週ですが、まあ、このままでは終わりませんのでメンバーを少し変えまして、もう一度ポケモンユナイトをプレイしていきます。リュウネツゲーム TV、 また次回です。楽しみに。熱くなろう、リュウネツゲーム TV。